そうそう、そういち。なんだ？あんた、あの変な日本語訳やめなさいよ。変な日本語訳？魚バーガーとか、揚げ芋ショーとか言うの。事実だろう。あれはああいうメニュー名なの。その前に恥ずかしいじゃん。この年になると、フライドポテト S サイズとか的確に言う方が恥ずかしい。あんたいくつよ？833歳。はあ。じゃあ何？日本の歴史いっぱい見てるの？まあ、そこそこな。何が一番面白かった？源平の物語かな。源平？源氏と平氏？ああ、あれはドラマだぞ。多種多様な人間関係、運命に翻弄される男と女、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き合い。宗一、ああいうの好きだね。男のロマンだぜ。あ、お前は例えるなら頼朝を操ったザ・鬼嫁、北条政子みたいなもんかな。いやだよ、それなら義仲を助けた巴さんの方がいい。巴御前か、よく知ってるじゃないか。ちょっとはかじらざるを得ないのよ。あ、なるほどな。彼女は武勇優れた美女だったらしいな。お前なら理はともかく武勇は文句なしだ。旦那さんに最後まで付き添ったあたり、かっこいいじゃない。私もそんな風に恋に行きたい。お前は十分濃い生き方だよ。何を？と言ってもあの人はその後再婚して、その旦那も負け死に、最後は尼さんだぜ。俗な言葉で言いや下げまんだ、下げまん。詳しいな。そうだな、まあ。戦いは悲しいものさ。乗車必須、諸行無常、それを一番思い知らせてくれる時代だからじゃないかな。おお、宗一くんかっこいい。バーガー持ったまま手を叩くな。タルタルソースが飛び出す。あ、ごめんごめん。たく、褒めるなら照れずにちゃんと褒めろっての。ちゃんと褒めてんじゃん。そっちこそ褒められて照れるの。まあ、平家物語ぐらい読んどけ。日本人の必須科目だ。まあ、現代語訳なら読んでもいいかな。ねえ、そいち、貸してよ。現代語訳なんか持ってない。原文のしか。いやみ。ひょっとしてそれ全部読んだの？いや、全然。かく。じゃあどこで読んだのよ、図書館？実は読んでないってオチに決まってんだろ。読んでないなら読んどけ言うな。それはそれ、これはこれ。さ、そろそろ行くか、いい時間だ。あ、ちょっと待てよ、宗一、まだ残ってる。かっこつけるな、そのぐらいお前なら一口だろ。誰も見てないから頬張れ。
ようやくこれから学校か。なんか今日はめちゃくちゃに長い一日になりそうだな。何言ってんのよ、一日ってこんな感じだよ。明日から早起きしなさいよ。早起きは三問の得だよ。三問程度しか得しないならせん。たくもう。よう、ナスビンに湯浅さん。あ、おはよう伊藤くん。なんだ伊藤っか、朝から何の変化もないな。たまには美少女にでも化けてこい。俺も朝一に見たのがお前の水っぱな垂れ流し顔で、Have a nice day! See you next week! 気分だよ。お？なんだよその荷物。ああ、これか？泥棒七つ道具。いって、角が！泥棒？なんでもないよ。泥棒してきたみたいに大きな荷物だってこと。はあ、なんで岩佐さんがそうちゃんの荷物の解説するの？え？あのね、これ私の頼んだ荷物だから。え？何の？だから泥棒七つ。泥棒？あのね、そう、劇やるの。その衣装とか小道具とか。劇？何の？怪盗女ネズミ小僧ミニーちゃん。へえ、湯浅さんって演劇部だっけ？そうじゃなくて、そのボランティア。そう、ボランティア活動の一環で。へえ、偉いね、そんなことやってたんだ。それでバカ総一にも衣装とか集めさせたの。バカ総一に衣装集めのスキルがあったとはな。貴様にまでバカ呼ばわりされる筋合いはないぞ。こないだのテストは俺が勝ったぜ。細かいことをよく覚えている、ケツの穴の小さな男だ。ケツの穴は大きければ大きい方がいいというわけではあるまい。やめてよ朝から。夜ならいいのか？あんたたちは。ま、そんなところで許せ伊藤。別に何持ってこようがいいんだからさ。手ぶらで学校に来ることもあるお前が珍しくそんなものを抱えてたんで、ちょっと聞いてみただけさ。朝強盗にでも行ってきたのかと思ってな。へへへ、男前はつらいよ。耳ちゃんとついてるか？2個も装備してるぜ。問題は脳か。考えへんのよ。にもだね、あたしんことバレたらね、たまただじゃ飲まないわよ。んじゃ、こんな物騒なのもう学校に持ってくるな。何にも入っちゃいないわよ。え？着替えとあと教科書ぐらいしか。なんだ、緊張して損したぜ。せっかく頭脳フル回転でこのバッグに興味津々のイトップを追い払ったというのに、それじゃ丸損だ。丸損？知ってるかサツキ、イトップ割とお前狙いは。したがってこのバッグに入っているお前のパンツなどを売却すれば俺は小金持ちだ。伊藤くんか？お、ショックのようだな。どうした？お前も割とイトップのことが気になってたか？全然。これポッチも。
じゃあなんで？いくらで売れるかなって。そんな顔しないでよ。冗談じゃない、冗談。お前本当に冗談が下手くそだな。何よ、あんたと一緒にいると映るのよ、変な冗談の癖が。人のせいにするな。よし、わかった、売却だ売却。今日は俺はパンツ商人になる。やめてよもう、冗談じゃん。大丈夫だ、サツキ、本物かどうかなんか誰にも分かりゃしないから。全部本物だ。いいか、サツキ、これが本物かどうかの真偽はお前しか知らないのだから、お前が黙っていればこれが本物になるのはこれを本物と信じる信者たちの信じる心以外にないのだぞ。信ずる心以外には。だから本物だって。名前書いてるわけでもあるまい。なんだ、書いてるのか。一枚だけ。ケチも大概にしろよ、小学生じゃあるまいし。だから小学校の時履いてたやつ。そんなもんまだ持ってるのか。なんて物持ちのいい。いや待てよ、マニア層にはそれこそが大受け間違いなしの目玉商品だ。柄はなんだ、色は。キツネさん。なんでんなこと答えなきゃなんないのよ。よし、わかった、後で見る。見るな、バッグ返せ。やだ、こんな宝とネタの山をそうそう手放せるか。ぐわひょいひょいひょいっと。返せ。身長差がこれだけあれば届くまい。ほれほれ、どうした、届くまい。返せ。返せ。さつきちゃん、そういちくん、それ社交ダンス。おはよう、ゆかり。実はさつきが俺にお宝の山をプレゼントしてくれたので、それを堪能しよう。私はてっきり体調でも崩したのかと思って心配したよ。ごめんね。そうだ、貴様が悪い。 ご飯粒が顔面に。明日は寝坊しないから。でも珍しいね、さつきちゃんが寝坊なんて。何してたの？え？あ、まあ、そりゃもちろんドル。え、どうしたの、ソイチくん、すごい巻き舌。いや、なんでも。そ、なんでもないのよ、なんでも。おかしいの？なんだよゆかり、一人で笑うなよ。なんだってんだ。おい、ゆかり、大丈夫か？ねえ、ゆかり、大丈夫？
したことないよ。今日は一段と二人の仲がいいなって。はあ？また笑い出す。とか言うな、ナヌとか。あんたが一番使いそうにない言葉選んだんじゃない。俺も選んだんだ。日頃使わない頭、こんな時に限って使うな。なんて、なんやストップストップ。 ほら、また同じだよ、同じ。今日は仲良しの日だね。しょうがない。今日のところはこれで勘弁してやる。何言ってんのよ。ゆかりに免じて許してやるわ。さつきちゃん、顔真っ赤。おお、なんだ、いっちょ前に恥じらってるのか。湯浅さつきも、たまには年頃の女の子よの。宗一くんも。え？何よ、あんただって変な意識してんじゃないの。パンツ言うし。バカ言え、あれはパンツ。なんでもない、なんでも。何が？ううん、こっちのことだよ。お？ん？そうとも、大丈夫だ、ゆかり。え？は？この素敵な友達3人組の関係というのは、そう簡単には壊れないぞ。安心しろ。だから、俺とサツキが、本人たちはこれでもいがみ合ってるつもりなんだが、周囲が勝手に誤解して仲がいいとか思ってたな。うん。そうだよ。私、基本的にはこいつ嫌いだからね。特別に仲がいいとか誤解して、私、お邪魔虫さんだから身を引こうとか思わなくていいんだぞ。はぁ？そういうのじゃないのだよ。
バカかあんたは。バカ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 言うなバカ。バカバカ言う方がじゃなくて、変な妄想でくちゃべってんじゃないわよ。何を言うか。俺はゆかりの気持ちを考えて。いくら天然のゆかりでもそんな誤解はしない。それも失礼なセリフだな。うん、失礼。あ、ごめん。でも本当見れ。一応念を押しただけだ、念を。変なもの押さないでよ、気が遠くなるわ。ということでゆかり、俺はどっちかと言われれば絶対お前の方を取るから心配するなよ。だからそういう変なこと言わないの。ゆかりはあんたみたいなバカと違って繊細なんだから。変なこととはなんだ。変なこととは事実を言ってるだけだろ。それとも何か、お前選んでほしいのか。なこと言ってない。わけがわからん。それはあんた。やっぱり特別に仲がいいだよ。だからな、ゆかり。あのね、ゆかり。ううん、変な意味じゃなくて、うん、特別に仲良し、それはとてもいいことですよ。それに私もでしょ。ああ、そうだ。うん、そうだね。私もさつきちゃんみたいにポン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 言えたらな。そしたら宗一くんと漫才できるのに。あ、私は別に漫才してるわけじゃ。そうだゆかり、お前には天性のボケがあるんだから心配しなくても舞台に立てば必ず受ける。それも失礼なセリフ。よし、それじゃあ天性のボケを磨きましょうか。なんか言語矛盾じゃないかそれ。それ以上磨くのはどうかな。あ、宗一くん、焼き鮭食べないの？ああ、いや、なんとなく後回しにしてたら最後まで残っただけだ、食うよ。なんだ、鮭をしゃけてたのかと思った。鮭のベイベーというような、とてもいい感じでぐんぐん磨いて。磨くな。
わ、早速発見、エッジボン。何？さすが泥棒。カバー裏返しにした大きな本なんかエロ本に決まってんじゃん。どれどれ？見るなよ。あ、結構かわいい。どれだよ。ああ、それか。そりゃお前ただの写真集だよ、エロ本じゃない。だってすっぽんぽんだよ。あ、総一、この子お気に入りなんだ。なぜわかった？ほらほら、背の真ん中が手垢で真っ黒に。いいだろ、んなこと。この子、誰かに似てるね。え？誰だよ。ほれ、ほれ。果てしない勘違いしてるだろ。総一って、てっきりゆかりみたいなタイプとか、セクシーダイナマイトタイプとか、ロリーな小さい子とか、優しいお姉さんとか、そういうのが好みかと思ってた。意外や意外。そうか、あたしみたいなのが好みか。ゾゾゾゾゾ、気が強そうなとこしか共通点ねえだろ。ひしひし、照れるな照れるな。照れてねえ。じゃあこっちの本もかな。あ、バカやめろ、そっちは。おう、うひゃ、うるうる、うわっ、何って言われてもエロ本。こんなので興奮してんの、あんた。まあ興奮するために買ってるからな。何を言わせるか。うわ、何これ。なんでこの女の人水浸しなの。水浸しってお前、その濡れてる感じがエロいんじゃないか。そう、なんかしょぼくれてるだけだけど。何これ、穴開いてる水着着てる。バカじゃない。いや、モデルさんは着せられてるだけだから。いや、実は俺もその穴の開いた水着ってのはバカっぽくてちっとも興奮しないなと前々から。って何を言わせる。こんなバカみたいなの見てたら総一になっちゃう。ささ、仕事仕事。一つ聞きたいんだが、サツキ。何？赤ちゃんの作り方、知ってるか？知らない。じゃあどうやって作るつもりだ？どうしたらいいんだろう。あ、私だってよくわかんない。何にやけてるの。お前の新婚生活を想像してな。お前
いい嫁さんになれるよ。何変なこと言い出すのよ。もらってくれるわけ？ああ、浮気し放題で家に酔いつかなくていいっていうのなら、毎食飯作って掃除と洗濯しててくれ。オッケー。じゃあ始終前後で誰も見つかんなかったらお願いするね。変にリアルな問題にするなよ。あんたのきつい条件に合わせてんのよ。んじゃ、俺もその頃誰もいなかったら頼むわ。ペアルックで街を歩こうぜ。了解。ハートのストローでオレンジジュース飲もうね。ミックスにしようか。はい、掃除終わり。素晴らしい。ブラボー。そしてワンダホー。ううん、掃除の掃除も案外綺麗だったよ。トイレとかお風呂も全然綺麗。見直したよ。お夕食の買い物行ってくるね。おう、頼んだぞ。はい。うん。何のマネだ？マネーだよ。悪かったわね、ギャグセンスなくって。何も言ってないだろう。それよりお金、お金ちょうだい。なんで？食費。ああ、それならそうと早く言え。お前に何か要求されるといちいちビビるんだよ。手切れ金なら弁護士を通じて請求するから。俺がもらうもんだ、それ。バカにバカ呼ばわりされる筋合いはない。今時1000円で2人前一食賄おうなんて甘いよ。高くてうまいものを作るのは当たり前だ。うまくて栄養があるものを安く作ってこそお惣菜の達人。米はある、味噌もある、調味料も主要なものは一通り揃ってる。あとはお前を信じる。何の台本を棒読みしてんの。そんな貧乏くさいことできるわけないじゃん。俺もお前も貧乏だろ。でもでも、内地産の椎茸と中国産の椎茸じゃ味が違うんだよ。うん。セーフガード万歳。椎茸農家のために報復関税で自動車が売れなくなるなど言語道断だ。日本の主要産業なんだと思ってる。青森のニンニク。そんなのが可愛く見えるキャラか。じゃあ何？総一はやる気なしなしのまずまずご飯でもいいわけ？いや、そうは言わんが、一食1000円も使ってりゃ一月で9万だぞ。俺だって一人暮らしで厳しいんだ。だからほら、その辺はまた悪徳金融業者へちょろちょろっと侵入してさ。アホ。あいだ、何すんのよ。もう泥棒はやめろっつってるだろ。まして食い気のためなんて言い訳できない、ただの犯罪者だろうが。
生活費っていうか、かかる金は俺が出すから、お前は贅沢せずにつつましやかに暮らしてりゃいいんだよ。だから今日も1000円で2人分を。もういい。なんだよ。もういい。今日はあんたに初めてお夕食作ってあげるんだから、頑張ってごちそう作ろうとか思った私がバカだった。な、あんたなんか草の根かじってればいいのよ。それならそう言えばいいだろう。お前はそういうところが可愛くないんだよ。どうせ私は可愛くないわよ。あんたなんかにお前呼ばわりされる覚えはないわ。お、待てよサツキ。話してよ。分かった、悪かったよ、俺が無神経だった。草の根かじるのは嫌だ。飯の材料を買ってきてくれ。な、頼む。買ってきてください。買ってきてください、さつき様。ふん、しょうがないわね。ほら、この湯浅さつき様が料理を作るありがたさが。へえへえ、毎昼作ってるじゃないか。うっさいなあ、もう。いいから早く行ってこい。行ってこい。行ってきてくださいませ、さつき様。よろしい。